神と人との間は、谷崎純一郎の自身の体験、採訓場と事件を題材にした長編小説。採訓場と事件とは、谷崎が最初の妻、千葉を佐藤春夫に譲った出来事を言う。また、これを原案とした2018年公開の日本映画である。初出は、婦人公論で1923年1月号から1924年12月号に、 連載された。単行本は1925年の1月に新潮社より刊行された。谷崎の小説を現代劇に本案した実写映画三部作、谷崎トリビュートの一つ。第三十回東京国際映画祭、日本映画スプラッシュ部門に正式出品された。渋川清彦と筒木茂の W 主演。劇場公開日は2018年1月27日。 テアトル新宿、横浜シネマジャックベティ、宇都宮ヒカリザ、伏見ミリオンザ、シネリーブル梅田、京都南海館、元町映画館で上映された。超医者のホズミとホズミの親友で売れない漫画家の添田は共に熱帯魚屋で働く調子に惚れていた。ホズミが添田に調子を譲る形で添田と調子は結婚する。しかし結婚するや添田は 態度が評変。愛人を作り、調子をないがしろにし、さらには、穂積みの純情を嘲笑う。穂積みは、調子を取り戻したい思いに駆られてゆく。ありがとうございます。